listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかと渋谷でランデブー。はい、こんばんは。今夜も始まりました。はい、あったかいですね。今日最高気温23度とかそれぐらいあったと思うんですけど、今もねちょっと気温チェックしてみたら今で20度ぐらいあるみたいです。もう夏、ちょっともう夏に近い気温ですけどね、また戻るのかな、きっと。もう少し他の日をね、今週とかもちょっと気温見てみたら10何度は結構あるので暖かい、もう春日和ですね。はい、そして今日3月14日ホワイトデーでございます。はい、ホワイトデー、ハッピーホワイトデーね、ホワイトデーですね。ちょっと私も渋谷クロス FM のスタッフの皆さんと、あとねこの番組の前 のマネージャーさんの方にもね、ホワイトデーのお返しをいただきました。はい、お家帰っていっぱい楽しみたいと思います。ありがとうございます。はい、でね、ホワイトデーだし、あと今日は一粒万倍日だし、そして虎の日っていう日でもあるんですけど、すごいトリプルいい日だと思いません？そう、だから今日はねちょっといろいろね、その一粒万倍日とか虎の日のご説明もねちょっとさせてもらおうかなと思うんですけど、そう、一粒万倍日は、何か物事を始めたりとかするのにすごくねいい日っても言われてるんですけど、虎の日だと、今年虎年じゃないですか。だから2022年自体がすごく金運が上がる年らしいんですね。だからその中の今日3月14日虎の日はより金運が上がるので縁起のいいラッキーデーだそうです。なので、ずっと例えば使って愛用してるお財布だったりとかそういうのがあったら、ちょっとね虎の日に新しく新調してみたりとか、もし買えるのが嫌だったら、お財布の中のレシートとかカードを一回整理するとすごく金運が上がるそうです。はい、私も今年に入って結構ね月に3回か4回ぐらいは虎の日があったりするんですけど、今年頭1月に、はい、虎の日に、虎年の虎の日にお財布新調しました。もうね金運上がってほしいと思って、はい、あと開運にもいいですし、あとね仕事運にもいいそうですよ。そう、一粒万倍日と虎の日とホワイトデーが重なるって結構ミラクルですよね。はい、そしてなのでせっかくなので、ちょっと3月と4月の虎の日をご紹介したいと思います。これネットにもね載ってるのでぜひね調べてみてほしいんですけど、今日の3月14日、3月は3月14日とあと26日、はい、来週の26日が虎の日です。だからこうねちょっとお財布新調したり綺麗にしたりするといいですよ。でそして4月は、7日と19日が虎の日ですので、ぜひねまだちょっと先に時間があるので皆さんぜひチェックしてみてください。そう、めっちゃいい日ですはい、そしてホワイトデーなのでちょっとホワイトデーの由来とか起源を教えお話ししたいなと思っております。もともとは1960年代ぐらいにバレンタインデーっていうのがねこう定着し始めて、でその、お返しでホワイトデーっていうのがね決まったんですけど、日本で始まったイベントだそうです。でやっぱ日本では香典返しとか
あとお祝い返しとか、なんかそういうね、こうお返しの文化があるからこそ、なんかホワイトデーに、こうバレンタインデーにチョコをもらったらホワイトデーにお返しをするっていう文化が、なんかお返し文化がね、日本だからこそのなんかこう決まったんじゃないかっていう説があるそうです。そうで、ホワイトデーはもともとはあのリターンバレンタインとか、マシュマロデー、クッキーデー、フラワーデーっていう独自の呼び方があるものだったそうですね。そう、それまではあのお菓子屋さんがバレンタインのお返しにっていう、あのそのね、自分の自商品の PR をしながらそういう風にやっていたそうです。はい、ね、もともとはホワイトデーではなかったんですね。だからホワイトってやっぱりこう純潔とか清楚なっていう意味、イメージがあるので、なんかこう純粋なこう恋の日っていうのでホワイトデーっていう風になった説もあるそうです。はい、ね、韓国と中国ではね、またあのアジア圏にしかホワイトデーはないそうで、韓国はバレンタインデーもホワイトデーもバスケットにたくさんプレゼント、チョコレートとかね、お菓子とかを詰めて送る文化があって、中国はですね、バレンタインデーもホワイトデーも贈り物は男性からプレゼントするそうです。はいいいですね、いいよね、欲しいよね。そうで、4月14日はプレゼントを贈り合うオレンジデーっていうのもあるそうですよ。初めて聞いた、オレンジデーあるんですね、そんなのね。そう、まあなんかもしね、3月14日に渡せなかった人とか、ちょっとバレンタイン、ホワイトデーに渡すには重いなっていう人は、こうオレンジデーにプレゼントするといいかもしれないですね。はい、そんな感じでホワイトデーのお話でございました。ではここで本日の誕生花ご紹介します。3月14日生まれの誕生花はカモミール、スイートアリッサム、ブルーデイジーの日ですね。はい、カモミール、キク科なんですね。カモミールね、よく紅茶とかでもこう落ち着く作用があっていいですよね。可愛らしいお花が咲くんですけれども、でカモミールの花言葉、苦難に耐える、逆境に耐える、逆境の中のエネルギー、いいですね。なんかね、そう、強さがこう出てますね。お花とはちょっと、お花のイメージとは一転して、はい。そしてスイートアリッサム、やっぱ春らしいお花が、こうかな、こうかな、はい、春らしいお花が増えてきますね。スイートアリッサム、これは開花時期が長いので初心者でも育てやすいお花だそうです。そう、甘い香りがする。で、スイートアリッサムの花言葉は優雅、美しさに優る価値、奥ゆかしい美しさ、いいですね、素敵。はい、可憐なイメージですね。そしてブルーデイジー、やっぱデイジー可愛いですね。そう、デイジー私結構好きなんですけど、はい、ブルーデイジーの花言葉は純粋、幸福、恵まれている、協力などがあります。そう、やっぱ純粋とかね、花言葉って純粋とか幸福っていうの結構出てきますよねかぶるはい、そんな感じでね。で、3月14日生まれの方の、性格や特徴もちょっとご紹介します。ですね、3月14日生まれの人は他人との関わりが上手で、周りに人が集まる社交的な、はい、性格の方ですね。で、いつの間にかもう自然とコネクションができたりとか、人と人を結ぶこう橋渡し的なのもね、得意な方です。そう、恋愛は大胆な行動で相手を引きつけることで距離が近づいたり、恋に落ちることが多いそうですね。そう、第一印象のインパクトがやっぱりね、こうコミュニケーション力があるので、こうガシッと第一印象で心をこうわしづかみにできる人だそうなので、はい、もうホワイトデーですし、ね、楽しくあの過ごしてみてください。はい、3月14日生まれの方おめでとうございます。ではでは、本日の1曲目聴いていただきたいと思います。今日はね、お天気も良かったので、ちょっとあの珍しく私の楽曲の中で爽やかな曲を聴いてください。ではまどかで奇跡リインカーネーション聴いてください。どうぞ。
時の狭間で忘れかけていた、あなたと愛と全てが、幾度も幾度も巡り合い惹かれ合う二人は永遠に、あなたという奇跡に愛、はい、まどかでリンカ奇跡リインカーネーション聞いていただきました。ありがとうございます。はい、ではではここで本日も映画紹介コーナー参りたいと思います。はい、本日は2作ご紹介いたします。はい、まずはですね、スイッチというね邦画なんですけれども、あの東京ラブストーリーとか、あと最高の離婚とかですね、の脚本家である坂本雄二さんが、脚本されているスイッチというドラマで、こちら2020年放送のドラマスペシャルのものがですね、ネットフリックスで配信されまして、それをねちょっと見てみたんですけど、あの主役の松たか子さんと阿部サダヲさんのですね、もう会話劇がすごく面白い作品でした。そうで、結構ねスピード感もあるし、あのシュールななんていうんですかね、シュールな笑いがこうクスッと笑えるのがねこうふんだんに振り込まれていて、でそうリーガルサスペンスラブストーリーというね感じなんですけれども、ちょっとこうサスペンス要素と、ラブロマンス、こう恋愛模様とですね、あとはこうちょっと会話の中の喜劇的な部分がうまくこう合作になっていて、すごく面白かったです。あっという間に見れちゃった映画なんですけれども、やっぱね松たか子さんと阿部サダヲさんが過去に十何年前にお付き合いをしてて、元恋人だけど腐れ縁で、いまだにこうお互いの恋人をこう紹介し合うみたいなね、中の腐れ縁のお二人が、また検事と弁護士なので、そこでねたまに仕事も一緒にするし、なんかこうずっと関係性がつながってるので、そこのこう古くから知ってるならではのやり取りというかね。で他の作品でも松たか子さんと阿部サダヲさんってご夫婦役結構やられてるので、なんかそのこう親しい感じもより出てて面白かったですね。ありがとうございます。そう これねすごい あっという間に見れちゃいました。そうサスペンス要素もあって、こうあこの人がもしかして、結構ね事件性のこともねあったりするんですけど、この人が犯人かなと思ったら、あ違うんだっていう大どんでん返しもあったりとかですね、はい、そういう部分も面白いので、結構スカッとする映画でございました。はい、スイッチネットフリックスで見れますので、ぜひ見てみてください。そしてもう一個ですね、これはゴシップガール、今やってるのじゃなく初代のゴシップガール のブレアって黒髪のね可愛い女性レイトン・ミースターが主演の、もうこれもまさにザ・アメリカサスペンス映画っていう感じなんですけど、そのね、レイトン・ミースター演じる、はい、ケイトがですね、はい、あベスですね、ベスが異国の地クロアチアで久しぶりの再会を果たして、こう親友同士ねこう楽しむんですけど、クラブに行ったり飲みに行ったりとかして、でもうすごい酔いつぶれて、次の日に一緒に途中まで飲んでいたはずの親友が急に失踪していて、自分も全くほとんど記憶がないっていうところからこう事件が始まっていくんですけど、そうこれももうよくある展開なんだけど、こうスカッと見れる、ハラハラドキドキしながら見れる、はい、映画でございます。こちらがウィークエンドアウェイっていうね、これも、ネットフリックスでご覧いただけるんですけど、そうこれもまたあれですね、
ブレアの頃とは全然違うイメージで演じられているので、はい、そこもあの見どころだと思います。ぜひ見てみてください。ウィークエンドアウェイです。はい、本日はねスイッチとウィークエンドアウェイご紹介させていただきました。はい、では本日の2曲目ご紹介したいと思います。で本日の2曲目がですね、あの普段私も仲良くさせていただいてるシンガーソングライターのマリアちゃんのオリジナルソングをねちょっとご紹介したいんですけれども、これは2年前にあの発表された楽曲で Gone with the Wish というね、はい、でコンセプトが略すと願いと共に去りぬというねあのタイトルの意味なんですけど、その歌のコンセプトが大好きな人と別れた直後立ち直るまでの生々しい気持ちを歌にしたそうです。こう、ね、ベッドからも動けず眠れずこう泣きすぎて、ね、朦朧としている中で何をどう間違えてしまったのかって答え合わせをしたり、もうみんなねこう皆さん別れが来た時ってそういう感じだと思うんですけど、その時の心情を、はい、歌にしたそうです。はい、でねちょっとホワイトデーだけど逆にこういうねこういう日に切ない楽曲を聴いていただけたらなと思ってご紹介します。ではマリアで Gone with the Wish 聴いてください。どうぞ。 To tell you the truth every single morningA pretty girl. I wish I looked like her. I wish I wasn't lonely. I wish I wasn't wasted my time. It hurts me to know that you were notはい、マリアで Gone with the Wish 聴いていただきました。いや、ね、改めて素敵な楽曲、私もあの2年前にこの楽曲ができた時に聴かせてもらって、すごくね普段結構あのパワフルにも歌うボーカリストさんなので、そうこうオリジナルソングがどんな感じなのかすごく楽しみにしてたんですけど、またねこう違った顔が見れて、はい、しっとりと、はいね、素敵な楽曲でございました。はい、後ほどねあのインスタグラムの方もご紹介するので楽しみにしててください。ではではここで本日も
タロット占いコーナー参りたいと思います。はい、月曜日週のね第1週目なので、皆さんの、今週の1週間どんな運気になるか、はい、占いたいと思います。1,2,3,4,5,6,7 ででん、おシャリオット、戦車のカードの逆位置ですね。はい、逆位置。ちょっといろいろこう思うように進まないこともあったりとか、立ち止まってしまうこともあるかもしれないし、もしくはちょっとあの突っ走りすぎてしまう可能性もあるんですね。そう、これが正位置だとこう、ね、うまくいい感じで手綱を引きながらこう進んでいけるんですけど、戦車の逆位置なので空回りしてしまうか、それかちょっとねこう思うようにいかないなっていうことがいろいろあるやもしれないっていうね感じのカードなんですけれども、ちょっと詳しく見ていきます。はい、そうちょっとね恋愛面だと喧嘩が多くなってしまう習慣だったり、傷つけ合うようなねことを言ってしまう可能性があるので、そこもねこう心に留めておくと気をつけれると思います。でお仕事はですね、ちょっと企画倒れとか、企画をねこうあの人に使われてしまうとかっていう可能性もあるので、そこも気をつけて過ごしてみてください。はい、ちょっとね衝突とかが起きやすい習慣ですね。そう、あとはこう決断できなかったり進みづらかったりとか、ちょっと疲れやすい習慣になるので、そこもねちゃんと自分のこといたわってあげてみてください。で、そうアドバイスですと、このままだとこう失敗しそうなので、ちょっといろいろ計画を見直すとか、無理に進めず一旦こう見直してみるといい習慣だそうです。はい、何かねこう今強行突破してみようって思ってることがあったら、少し一旦考えてもう一回計画を練り直すといいみたいですよ。はい、ではいい1週間になりますように。はい、そして本日もメッセージいただいておりますのでご紹介します。今日のメッセージテーマはですね、春といえばもうねあったかくなってきて、桜も東京は3月18日ぐらいに開花予定らしいので、もうすぐですよね。はい、今週中には桜が咲き始めるのかなと思うので、ちょっとねメッセージテーマを春といえばにさせていただきました。ではメッセージご紹介させていただきます。ペンネームひでひろさん、まどかさんこんばんは。こんばんは。テーマ春といえばですね、やっぱり春といえば一番最初に浮かんだのは桜。毎年春になると桜を待ち焦がれるのは日本人だからですよね。桜だけじゃなくいろいろな花々であふれるこの季節、緑あふれ始めウキウキしますよね。暖かくなるこの季節が一番大好きですっていうねメッセージいただきました。ありがとうございます。確かにもう桜はなんかこんなに見続けてるけど、本当毎年待ち遠しいですもんね。そうお花見もしたいし、今年はどうなのかな、4月ねマンボウが3月21に開けるので、ちょっとね、こう宴会までは行かずともこうねブラブラしながらお花見できたらいいななんて思ってますけど、はい、どうですかね。意外と4月頭とかはもうだいぶ散り始めてたりしますもんね。そう最近暖かいし。そう、そして、メッセージですね、他インスタグラムの方にもねあのいただいてるんですけど、キャンディーズっていうねあのもうすぐ春ですねのことですよね。そう、わかります。そうあの私そっちもなんですけど、なぜかあれなんですよ、柏原芳恵さんの春なのにお別れですかが流れちゃうんです暗い曲の方がなぜか流れちゃうんですけど、そうちょっと切ないね。なんか華やかなイメージもあるけど、桜ってこうすぐ散っちゃうので、ちょっと儚さとか切ないイメージもあるなっていう。でこうね、3月って別れの季節でもあるじゃないですか、卒業だったりとかね。だからなんかそういうのもあるのかなと思っております。はい、あとはですね、やっぱ
和菓子屋さんの店舗に並ぶ桜餅ね、いいですよね、可愛いですよね、ピンクの。そうで、そうすると春が来たなと感じるそうです。もう一つツイッターの方にいただいてますのでご紹介します。はい、音符太郎さん、今日もありがとうございます。春といえば最近見なくなりましたけど、つくしとタンポポ、少し寂しくなりましたね。あ、確かにつくしはもう当分見ない。あれ、タンポポって今どこにある？確かにタンポポ、つくしはね、そんなになかなか道端で見るってことなかったですけど、タンポポ数年見てないかもしれない。どこ行っちゃったんだろう。確かにね、道端でもうだいぶあれですもんね、こうコンクリートで埋められちゃってるので、こうね、土があるところだったら咲いてたりするんでしょうけど、あんまり道端に見なくなりましたね、タンポポね。ね、ちょっと寂しいな。はい、たまになんかこうお花がね、道端に咲いてたりすると、あ、可愛いなとかって思うような年頃になってきました。はい、ではメッセージの後はこちら、本日も気になることの葉コーナーでございます。はい、今日はですね、占いの語源をちょっと調べてみました。はい、で、まあね、タロット占いも好きですし、ちょっとね、占いという言葉の、はい、語源なんですけど、昔は単に送り仮名のイがないウラと呼ばれていたそうです。で、その設備語のナウがついて動詞占うとなったそうですね。で、占いのウラ、こうね、占いのウラの漢字は心もウラ、うら寂しいとかのね、うらって読むじゃないですか。だから そこから来てるそうですね。だからきっとこう人の心を占うとか、そういう部分からなのかなっていう。で、心かっこうらは表に出さない裏の心、外面に現れない内心の意味で、うら寂しいといった言葉も占いと同様に心かっこうらに由来する言葉であるそうです。そう、うら寂しいとかね、裏和解はまた全然違う感じだし、違うこう意味合いがあるんですけど、そう、裏寂しいの占いと、あ、心と占いの裏は同じ意味だそうですね。はい、そんな感じで気になることの葉コーナーでございました。では本日の3曲目聞いていただきたいと思います。まどかでディオサデアモール聞いてください。どうぞ。あなたは今ここにいない、会えない日々が永遠のようで、幻の面影かすかに映る、ろうそくの炎。
私の幸せ窓かでディオサデアモール聞いていただきました。ではここで心理テストコーナー参りたいと思います。皆さんもぜひ一緒に挑戦してみてください。今日はねちょっとたくさん短めのもね用意してきました。じゃあまず第1問目いきます。動物園で念願のパンダを見ることができたあなた、笹を食べているパンダと目が合った瞬間パンダがうなずきました。うなずくなんてあるのかな。その行動をあなたはどう思いますか。4択です。1、自分に好意を持ってくれた。2、この笹は美味しいとうなずいた。3、あなたもどうぞと笹を勧められた。4、ただ無意識に頭を下げた。どれでしょう。どれだろうな。はい、じゃあ1番かな。ちょっと願望ですけど、なんかね動物とかにも好かれたいじゃないですか。そうだから1番の自分に好意を持ってくれたを私は選んだんですけど、皆さんはねどれ選びましたかね。じゃあこれはですね、何がわかる心理テストかと言いますと、あなたに最適な職業がわかる心理テストでございます。はい、じゃあ1番、自分に好意を持ってくれたを選んだ人はですね、営業や接客業、パンダが好意を持ってくれたからうなずいたと思ったあなたは自己肯定感が高いようです。自分を好きだし周囲からもそれなりに評価されていると思っているでしょう。そんなポジティブなあなたに適しているのは人と接する仕事、例えば営業や接客業などが向いています。あなたの意欲と熱意のこもった姿勢は相手の心を動かすはず。ただし自分の話ばかりしていると惹かれる恐れがあるので、聞き役に回ることも忘れないようにしましょうっていうね。はい、気をつけます。でも確かにね、結構このなんていうんですかね、音楽業界とかそういうのも接客とはまた違うけど、結構人と人とのねこうつながりだったりとか会話だったりも大事ですし、そう私自身もね接客好きなので、そう当たってますね。はい、自分の話ばかりしないように気をつけます。はい、そしてじゃあ2番の答え、この笹は美味しいとうなずいたっていうのを選んだ方はですね、人を評価したり人材を扱うような仕事、パンダが笹は美味しいよと言ったように感じたあなたは他人の気持ちを推し量る才能に長けています。相手をよく観察し、どんなタイプの人なのか分析するのが得意でしょう。そんな客観的な視点を持つあなたに適しているのは人を評価したり人材を扱うような仕事です。例えば会社の中の社員1人を適材適所に配置して活躍の場を作ったり、対外的な立場での交渉やクレームの処理をしたりといった仕事などで力を発揮できるでしょうっていうね。いいですね。ね、クレームの処理とか大変ですよね。
なんかあのお友達もこう電話のね、バイトしてる方もいたりするんですけど、結構ねいろいろその会話術が必要だそうです大変ですよね。そして3番、あなたもどうぞと笹を勧められたを選んだ人は、アイディアを生かす仕事。パンダがまるで笹をどうぞと自分に勧めたと思ったあなたは、空想するのが好きなようです。想像力が豊かで他人には思いつかないような独創性を持っているでしょう。そんな個性的なあなたに適しているのはアイディアを出す仕事。例えば商品企画、マーケティング、あるいは広告や販売促進などにも向いています。あなたの出すアイディアは多くの人の心をつかむはずです。日頃から情報のアンテナを張ってトレンドを把握しておきましょうっていうね、いいですね、かっこいい。商品企画とか楽しそうですよね。なんか一回そういうのもやってみたいななんて憧れはあるんですけど、はい、なんかこういうのがあったらいいなってこう不意に思う時あるじゃないですか。そう、そういう時にね、なんか自分もそういう才能があればなんか商品企画とかできるのかななんて思ったりするんですけど。そして4番、ただ無意識に頭を下げたを選んだ方はですね、経理や秘書などの事務職。パンダはただコクンと頭を下げただけと思ったあなたは、現実的に物事を捉えるようです。非現実的なことは信じないし、仕事に対しても規則に沿って進めたいと思っているでしょう。そんなあなたに適しているのは効率を求められる仕事。例えば経理や秘書などの事務職が向いています。あなたのテキパキと計画的に処理する姿勢は他の社員のお手本となるはずです。ただし効率ばかりを追い求めて心の余裕をなくさないように気をつけましょうっていうね。いやもう経理とか秘書とかね、絶対私向かないんだろうなって、できないんだろうなって思うんですけど、そうもうねこれ大変でしょうね。そう今ね、無茶ぶりでしたっけ、ドラマのね、あれでももともと秘書のね、高畑充希さん演じる秘書、松田翔太さんの、ね、社長に仕える秘書だったのが急に社長になってしまうっていう物語、たまにHuluで見てるんですけど、そうすごい楽しくてねそう社長業秘書業も大変だななんて思いながら見ております。はい、ではじゃあ第2問目参りましょう。ちょっと短めの心理テストをねいくつかできたらいいかなと思います。じゃあ2問目いきます。どの香りがあなたは好きですか。次の4つから1つ選んでください。1、花の香り。2、スパイシーな香り。3、フルーティーな香り。4、塩の香り。どれかな、どの香りが。うん、私はもうやっぱりバラの香りとか結構ね、お花系の香りが好きなので1番の花の香りを選んでおります。はい、これはですね、何がわかる心理テストかと言いますと、どんな人に惹かれるのかがわかる心理テストでございます。当たってるかね、皆さんもちょっと合わせてみてください。じゃあ1番の花の香りを選んだあなたは、穏やかで控えめな人に惹かれます。特に知的で静かなタイプが好みのよう、甘えられる大人な異性とのデートを望んでいますっていうね。でも知的で静かなタイプ、なんか分かりますね。うん、当たってますそう、穏やかな人ね、やっぱいいですよね。はい、そして2番のスパイシーな香りを選んだ人は、優しい人に惹かれます。自分だけではなく家族や友人にも親切に接してくれるパートナーが欲しいみたい。理想の恋人とあちこちに旅行に行き、素敵な思い出を作りたいと願っているようですっていうね。はい、そして3番、フルーティーな香りを選んだあなたは、美男美女に惹かれます。おお、面食いですね。自分と同じくらい美しい異性が好みです。自立した異性と対等なパートナーシップを結びたいよう。へえ、すごい、美男美女ね、まあ、確かにね素敵ですもんね。はい、そして4番、塩の香りを選んだ人は、強い個性とリーダーシップを持つ人に惹かれます。
あなたは恋人のサポート役につき、パートナーを陰で支える。上下関係のようですが、非常にいい関係になるでしょう。へえ、そうなんですね。潮の香り、潮の香りってもうあれですかね、海のこうね、海に行くと潮の香りするんですけど、完全にその香りなのかな、それとも潮をイメージした香り、どっちなんだろうと思ってはい、じゃあもう一個いけますね、短いバージョン。じゃあそうですね、じゃあちょっと映画とかもね、先ほどご紹介したのでこちらにします。第3問目、あなたが映画を作るならどんな結末にしますか。これも4択です。1、ハッピーエンド、2、バッドエンド、3、奇妙な結末、4、不思議な結末。そうですね、これはその時の感情にもよるしね、私はちょっと3番の奇妙な結末にしてみました。はい、これはですね、何がわかる心理テストかと言いますと、シナリオを作る能力があるかどうかっていうのがね、わかる心理テストでございます。ちょっと珍しいやつですよね。はい、でじゃあ答えいきますね。1番、ハッピーエンドを選んだあなたはとても優しく前向きで常にいいことがあると信じています。非現実的な夢のシナリオを作ることが非常に得意、視聴者を、広大なファンタジーの世界に連れて行ってしまうでしょうっていうね、いいですね、素敵素敵ですね。はい、じゃあ2番のバッドエンドを選んだあなたは、この世に完璧なものは存在しないという人生哲学に基づいて生きているようです。洗練されたリアリズムは現実と空想の境目を曖昧にします。視聴者の感情を大きく揺り動かすシナリオが作れる天才です。天才ですって、バッドエンド選んだ方。はい、じゃあ3番、私が選んだ奇妙な結末を選んだ人はですね、脚本家の才能がありますが、あなたは別の分野で成功したいみたい。世の中の多くの映画がハッピーエンドかバッドエンドに分類される中、奇妙な結末は多くの人からは受け入れられないかもしれません。しかしこれこそがあなたの表現したい世界、届けたい人にだけ届けばいいと思っているようですっていうね、確かに当たってるかもしれないですね。アクセサリー作りにしても、ちょっと歌詞をねこう作詞するときにしても、結構万人受けしないようなところもあるので、はい、当たってる気がしますね。そして4番、不思議な結末を選んだあなたは、類いまれなる才能を秘めている人、答えのない結末は視聴者を魅了してやみません。あなたが作るシナリオには膨大な論理的思考が組み込まれており、深い感動と思考を呼び覚まします。ところがあなたには他にも多くの才能があるため、映画の世界にはいないかもしれません。すごい、4番選んだ方もうね、映画界すら飛び抜けてっていう感じですね。すごい天才的な、はい、皆さん当たっていましたでしょうか。心理テストコーナーでございました。ありがとうございます。はい、ではでは、そろそろねお別れのお時間も近づいてきているのですが、そう、さっきね冒頭で、今日はね一粒万倍日、あと虎の日っていうね金運が上がる日でもあるんですけど、そう、さっきねちょっとサクッと、あそうだこれも話用意してたって思い出したのが、もうね最近暖かいので、こう窓を開けてたら久しぶりにテントウムシがねこう部屋の中に入ってきてて、でカーテンに止まってたんですね。であんまり最近テントウムシを当分リアルに見てなかったので、なんかいい縁起がいい気がするなと思って、ちょっとねテントウムシがこうお家の中に入ってきたらどうかっていうのもちょっと調べてみたんですけど、これもね金運が上昇するらしいです金運ばっかり言ってるな今日。そう、テントウムシってねなんか金運とかあと開運とかね、そうなので、テントウムシの星の数、丸の数ってことかな、が多いほど金運がアップすると言われてるそうですね。で部屋にテントウムシを見つけたらよく星の数を数えてみるといいそうです。
あと自分の部屋に入ってきてた時は欲しかったものが手に入る可能性もあるそうですね。そうで、私黒いテントウムシだったんですけど、黒っぽいのは成功を予兆させる意味合いが強くなったり、仕事運がね上がったりするそうです。皆さんも暖かくなってきましたしね、テントウムシ見かけたらぜひ調べてみてください。はい、そんな感じでもうあっという間にお別れのお時間でございます。だんだん一人喋りが慣れてきましたそう、まだでもちょっとね寂しいのもありますけど、だいぶ慣れてきたんですけど、またねマンボウ中は電話でのゲストもねお呼びできたらななんて思っております。はい、そして告知なんですけれども、先ほどね楽曲もご紹介させてもらったマリアちゃんの楽曲だったんですけれども、はい、ゴーンウィズザウィッシュね、ご紹介させていただきました。インスタグラムもねされてるので、ぜひマリアちゃんのフォローよろしくお願いいたします。そう、最近インスタのアカウントが一瞬なくなっちゃったって言ってたので、また新しくね開設したそうなので、ぜひこちらチェックしてみてください。そう、おしゃれな写真がねいっぱい今後アップされると思うので、はい、よろしくお願いいたします。そして私もねちょっと最近バタバタしててアップできてないんですが、春カラーのイヤリングなど、はい、イヤリングピアスなどどんどんね新作上げていこうと思っているので、ノスタルジアの方のアカウントと、あと私のメインアカウントまどかアンダーバーナインミューズもねチェックしていただけたらなと思います。はい、いやあっという間だ、ありがとうございます。もう来週はもう桜咲いてるかな、どうかな、はいね、ちょっと桜のお話もできたらいいななんて思っております。お花見したいですね。はい、ちょっとねお花見ワイワイ宴会じゃなく、こうブラブラお散歩しながらそうお花見できたらななんて思っておりますので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。ではまどかと渋谷でランデブー、お相手はまどかでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。